ムラちゃん、ムラちゃん、ムラちゃん、なかなかファンキーな、まあ、SSVIP 認定ですね。ムラちゃん、いやーもう僕ね、ムラちゃんのプレゼン資料しびれましたね。めちゃめちゃタイトルいいね、キャッチコピー。僕そのキャッチコピーしびれたんで、もう僕も作っちゃいましたね。ドリームアカデミアは詐欺みたいな。なかなかナイスなタイトル、ありがとうございます。ああいうのいいね、ああいうのどんどん行こう。もうどんどん僕を汚してください。僕をどんどん汚してください。もう汚れてるんで、徹底的に汚れるみたいなね。もうどっちにしろね、ムラちゃんもご存知の通り、ネット調べたら印刷したらこんなになるから、まあもうだったらもう、うわーみたいな。もう、ね、印刷したらもうどんだけあんねんみたいな。もう全然 OK ですね。だけどなんか印刷したら、あれこの人自分じゃないみたいな。なんか印刷してみたら、なんかあれなんかこの人ってこの人だよねみたいな。だからもう逆 SEO 僕行きますからね。逆 SEO、 ちょ逆 SEO ちょっとやって、頑張ってみます。逆 SEO 印刷したら僕が出てくるみたいな。今後ちょっと逆 SEO でいろいろとちょっと仕掛けていこうかなと思います。まあドリームアカデミアはね、多分まあ日本一になるんで有名になるはずなんですよ。だ有名になると、有名になれば批判も必ず出てきますんで、もう批判は自分から批判しとくみたいな。最初からもう仕込んで自分から批判を しまくっておくっていう。逆 SEO しておきます。そう、あとね1月セミナーやりますけれども、よろしくお願いします。セミナーの募集は、1月入ってからですね。うん、1月入ってからやります。はい、まあちょっとねドリアカのセールス今年もやりきって、やるので、1月入ったらね、トップバズのやつちょっと集客していきますんで、まあちょっと何人来るか分かんないですけど、一応僕が決めたのは2019年から参加費1万円でもうセミナーは統一してやろうかな。セミナーやる場合はですね、この前もちょっと赤字だったんで、うん、まあ映像販売しますけれども、やっぱ赤字は良くないし自分の時間使うんで、うん、まあそんな感じで来年からのセミナーはそんな感じでやっていきますんで、まああとはまあ1万円でも来たくなるようなオファーっていうのを、まあなんだ、来年の1月入ったらその、スカイプでこう音声対談ですかね、音声対談とかしたりとか、まあいろいろとその多分ね1万でもね、うん、来る価値は 120% あるんで、でしかもコンセプトがトップバズで、まあぶっちゃけ、まあ、これを言わなくても分かると思いますけど、トップバズで1万稼ぐってこれ誰でもできんじゃねえかって話じゃないですか。まあちゃんとセミナー来てね、受講して話聞いてやればね、うん、だからぶっちゃけもう来れば利確じゃないですか。もうセミナー来てちゃんとトップバズ学べば利確だと思うんですよ。だ逆に来ないとずっと稼げないみたいなね。だから結構そのトップバズはいいんじゃないかなって。僕もそうそう、大阪で今年トップバズのセミナーやりましたけど、かなり反応良かったですから、やっぱ反応いいっすね。やっぱすぐ稼げるみたいなイメージがあるんでしょうね。だけどやっぱ2018年ルール変更もあったし、その中で どうやって生き残ってきたのかっていうのも価値あるだろうし、まあ僕もいろいろ話せますからね。うん、そう、まああとね、参加者限定でアカウント全公開とかね、僕も10アカ今やってるんで、まあそういうのもやると、まあ1万円でも来るかなと思います。トップバズは本当に、今年セミナーやりましたけど結構来ましたからね、うん、はい、ということで1月はよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。では。